はい、どうも、酒好きな、元新潟人の飲酒動画です。今回も、宝の、チューハイですね。缶チューハイの、プレーンです。これは、35周年、宝がね、35周年ということで、発売された、プレーン。これ普通はほぼほぼ売ってないんですけど、一応、まあ、販売はしてたんですよね。だから、以前飲んだプラムってやつは、一切売ってなかったんで、まあ、あれはかなりレアだと思うんですけど、これもレアですね。プレーン。アルコール度数 8%。一応期間限定となってます。元祖辛口缶チューハイ復刻デザイン。新数、1984年と、なっております。美味しさの理由は、樽貯蔵熟成酒と、クリアなスミロカ水。原材料名が焼酎（国内製造）と、糖類と酸味料。で、これちょっと気になるのが、ファン会員募集中って書いてあるね。だから缶チューハイコミュニティなんてのがあるらしい。ので、だから缶チューハイのコミュニティがあるらしい。これ、あれだな。これちょっと俺。ちょっとこれ俺入りてんな。まあいいや。今回も、氷。うん。入れてね。いただきたいと思います。この商品は俺以前、飲んだことはあるんですけれど、ほとんど、確かネットで買ったんだよな。うん。店舗ではほぼほぼ見かけない。完璧。ああ。ああ、これあれだね。若干甘いです。うん。ああ。ほんのり甘いんだけど、この甘さっていうのが、ほとんど、なんだろうな、焼酎の甘さなのか。何なのかっていう、まあ、糖類入ってるんでね。おそらく、まあ、砂糖のあれだと思うんだけど。うん。ああ。でも、これはあれだな。まあ、タカラの缶チューハイのレモンとかと比べると、圧倒的に風味が、ないです。うん。で、まあ、これあれっすね。タカラの焼酎の、純ってやつ。宝の焼酎の純ってやつですね。これが入ってるということです。うん。おそらく。これ純っていうのが、11種類の厳選樽貯蔵熟成酒を 13% 使用。なってて、これの、味です。ずーっと買ってないけどね。この純は、値段結構高いんですよ。うん。ただ、ラインナップとしては20度のものと、25度のものと、35度のものがある。こちらの35度っていうのが、主に梅酒で使う、ホワイトリカーが35度なんで、これを、大体、梅酒に使うっていう人もいるんですけど、それより圧倒的に多いのが、マムシとか、マムシ酒とか、あと蜂蜜漬け、蜂漬けね。大スズメバチとかを、この中に入れて、
やっちゃうっていうのとか、まあ、ハブ酒とか。というのに主に使われます。うん。ホワイトリカー。ホワイトリカーがね、35度なんですよ。一般的に。うん。梅酒を作るのに、まあ35度。で、1.8 リッターで1419円。アマゾンだと。まあもっと安いのもあるんですけど、これサントリーのやつで、もっと安いのはまあ安いとは思うんですけど、うん、まあ1500円ぐらいか。近くすると。で、純の35度の、1920ml。ん？ちょっと待って。は？うん。1920ml のプラスチックの、ペットボトルですね。これが価格が2146円となってます。だから、まあ、比較するとかなり、高いと。純の方が圧倒的に、値段が高いんですよ。一応、アマゾンで今見たところ、値段が2318円。これ、ぼったくってますね、これ、ただの。定価がさ、2146円なんですよ。それよか、高いっていう。これ、あれだな。これぼったくってるんですよ、これ。この、出品者が。出品者が多分ぼったくってんだろうな。おそらく。アマゾンって基本的にほら、どこの、なんか会社かわかんねえようなやつが、ねえ、売ってたりするからね。うん。で、関係ないですけど、アマゾンの売れ筋ランキング、焼酎、香類焼酎とかホワイトリカーが、売れ筋ランキング、なんと、1位が宝焼酎の、25度の4リッターの4本。4リッター4本で、なんと値段が8250円。となると、1本あたり2000円ちょいですね。2000円ちょいですね。これ安いですね。安いってことも安くもねえんだけど、宝焼酎の4リッター。まあ、俺がよく飲むのは、この宝焼酎の。そこにも、置いてあるんですけど、4リッターのやつね。うん。俺がよく飲むんですよ。この宝焼酎は。うん。他の焼酎だと、まあ、他の焼酎とかでも、まあ、一応、味は違うんですけど、まあ、金宮とかさ。金宮とかが、一般的にはすごい、すげえうめえとかって言われるんですけど。あれ、金宮はぶっちゃけた話。うまいっちゃうまいんですよ。あれ、ロックとかで飲むとうまいんですよ。まろやかで。うん。ただ、レモンチューハイとか、特にホッピーとかで飲むと、ホッピーで飲むとすごい、わかるんですよね。ホッピーとか。金宮で作ったホッピーを飲むと、金宮のやつはね、もう、ほとんどね、
焼酎の味が分かんないですよ。結局。癖がなさすぎて、ほとんど、いわゆるホッピーをそのまま飲んでるような味なんですよね。うん、で、レモンチューハイとか自分でほら、ここに、ね、自分でさ、割ってさ、レモンかけてさ、飲んでもそうなんですけど、金宮はね、値段がまあ高い。金宮焼酎は4リッターで2860円ですから。値段が高いんですけど。まあ、うまいといえばうまいんだけど、逆に言うと、癖がなさすぎて全く、酒の味がしない。ことによって、全然面白みのない、焼酎。という、俺の結論ですね。で、あと俺が押すのが、宝焼酎のこの、極上っていうやつで。4リッター、4リッターで2371円。この極上っていうのが、かなり美味しい。とは思います。金見えようかも、美味しい。さっき言った純余暇は、負けるけど。だから最終的にはこの純とかになるんですよ。最終的に、終着点が、まあ、純になるか、もしくは、レジェンドになるか、のどっちかですね、大体。うまいのは間違いないですよ。普通の宝焼酎よりも、極上の方が美味しいんですよ。で、その極上よりもさらにうまいのは純。もしくはレジェンド。という感じではありますね。このレジェンドっていうのが、ウイスキーっぽい、黄色い、樽貯蔵熟成酒を、使ってるんで、色がついちゃってると。樽の色ですね。だから、樽の色っつうことはもう、ほとんどウイスキーです。ウイスキーとじゃ何が違うのかって話だけど、ウイスキーっていうのは、何のあれなんだっけ。あれですね。麦。穀物です。いわゆる穀物って言われる、麦、大麦、じゃがいもとか、コーン、トウモロコシですね。とか、まあ、そこら辺ですね。で、こっちのレジェンドっつうのが、サトウキビ糖蜜とコーンと大麦を原料に作ってると。だから、主にサトウキビ糖蜜っていうのが、これが、全然違うんですよ。主にこの焼酎っていうのが、高麗焼酎っていうのは、サトウキビ糖蜜。サトウキビ糖蜜から作られるのが、高麗焼酎なんですね。ウイスキーの、原料、ググりましょう。ウイスキーは、トウモロコシ。トウモロコシ、大麦、ライ麦、などの穀物の麦芽を、酵素で糖化し、それを発酵させて蒸留したもの。
となっております。これ美味しいのはわかるんだけど、なんつうかな、レモンが欲しくなるね。これはね。レモンが欲しくなるな。レジェンドが、4リッターで3875円。約4000円ですね。で、純が、4288円です。あ、こっちの方高いじゃん。あ、違うわ。ごめん。間違えた。レジェンドは、あれだ。アルコール度数20度のやつと25度のやつと35度がある。だけど、35度のやつは、4リッターボトルと 2.7 リッターボトルがない。と書いてあります。で、25度のやつで、3875円なんで。ということは、やっぱりこっちの方が安いんだな。純の方がやっぱ、ちょっとあれなんだ。ランクが、低いんだ。純の25度の4リッターが3766円だから、ほぼ100円ぐらい違う。100円ぐらいしか違わないんだけど、逆に。100円ぐらいなんですね。結局。そういうことやな。ということです。11種類の厳選樽貯蔵熟成酒を 13% 使用。でしょ？レジェンドは、樽貯蔵熟成酒 20% 使用。さっき 11% って言ってたでしょ。13%、ごめん、間違えた。13% ね。つまり 7% 違うってことです。使ってるあれがね。熟成酒がね。だから、色が出てるんですよ。やっぱり。色が出てて、ウイスキーっぽい。もうだから、割ると、炭酸で割るとね、ほとんどウイスキーなんですよ。ハイボールなんですよ。ウイスキーのハイボールなんですよ。マジで。だから、なんかなって感じだよね。味がね、ほんと似てるんだわ、これ、ほんとに。ガチで。ウイスキーと味がほんと似てるんですよ。だから、主に、オレンジとか、でね、オレンジはね、レモンの 100% のポッカレモンとかを入れて、まあ普通は、チューハイとかってやっぱ、そういう飲み方するでしょ。だからあんまりレジェンドは個人的には、ほとんどウイスキーのハイボールと変わんないんで、それだったらぶっちゃけウイスキー買うわって話になるんですよ。それだったらウイスキー買うわーって。なるでしょ？だって実際これウイスキーより高いんだぜ、多分。おそらく。35度のやつで915円だから、
ウイスキーが 700ml だから、あ、でもそんなでもないのか。ウイスキー 40% だろうな。うん。まあ、でも、まあそこはちょっと最近またレジェンド飲んでねえからな。あれが出るよね。あの、チューハイの缶のやつのレジェンドの。レジェンドのチューハイ。今もいろいろ出てるんですけど、あれ普通にうまいんですよね。あの、アルコール度数 7% のやつの9% のやつもあるし、7% の方もあるんだけど。アマゾンでの売り上げランキングは、高麗焼酎とかホワイトリカーだと、さっきも言ったように、1位が宝焼酎の25度の4リッターが4本。で、2位が、さっき言った、俺が言ったおすすめの極上の、4リッター。これがね、コスパも高いですね。うん。コスパ高いですよ、この極上。さっき言った純、一番高い、二番目に高いやつと結構似てるさ、味が。うん。極上はですね、樽醸造熟成酒 3% 使用って書いてあります。極上が、3%。純が 13%。で、レジェンドが、20%。うん。この違いです。バランス的には、この極上が一番、個人的には、美味しいとは思います。3位が、キッコーミア、焼酎すき屋根っていうやつ。4リッターね。これ、金宮の4リッターバージョンですね。なぜか名前がすき屋根っていう名前になってるんですけど、これは販売者が、開発の金宮酒造の方が、あれなんです。そうしろっつって言ってんでしょうね。最初だからわかんないですよ、これ。金宮の、これ金宮なのって、中身これ金宮だったんだ、みたいな。で、4位が、キッコーミアの、焼酎の金宮パック。1.8 リッターが、6本入ってる。値段が8,183円。6本で8,103円。2リッターぐらい喜んでる。2612で、4312やから。これ安いのか。安いのか高いのかよくわかんない。これ誰か計算して。で、6位が、あ、じゃあ5位が、金宮の、1.8 リッター。で、6位が、金宮のシャリキンパウチ。が30個入り。これは前飲んだね。うん。冷凍庫で凍らしといて、アルコール度数20度なんで、凍らせられることできるんですよ。アルコール度数がね、だいたい25度のやつでも凍るは凍るんですけど、結構、時間がかかるんですよね。20度だったらだいたい凍るんです。で、これも結構試したことあるんですけど、アルコール度数高いと、絶対凍らないんですよ。なんでかは知りません。俺が計測した、した場合ですね。ウイスキーのアルコール度数 40% 凍らないです。これ 100% 凍らないです。
で、ジンの、ジンでもやってる。ジンの 40% は絶対来んないっす。で、怪しいのが、ジンの、アルコール度数 37% とか、ああいった類のやつ。まあ、ウイスキーで言うと、うん、まあ 37% のやつでたまにあるんです。あれはね、凍る。ほっとくと、1週間ぐらいほっとくと凍ります。ただ全部が全部凍るっていうわけでもないんだけどね。ある、部分だけ凍ってたりとか、上積みだけ凍ってたりとかする。で、ジンは特に、おすすめなのが、冷凍庫に入れとくと、トロトロになるんです。うん。まあ、俺がよく使ってんのが、一瓶丸々、その冷凍庫に入れると邪魔くさいでしょ。だから、基本的に、こういう小瓶を用意しといて、これホワイトホースの、200ml のやつ。こういう小瓶に、ジンを入れ替えて、この中にジン入れて、で、凍らせて、で、ジントニックを作って飲むっていう。って感じっすかね。うん。まあ、これから暖かくなるにつれて、やはりハイボールとかジンとか、ジントニックとか、あそこら辺が、まあ、あとビールとかもね、安定してビールとかも。あ、もう今3月31日だ。新元号何になるかだな。ということは東京もあれだ。ほぼ満開だろうな。今日一応花見ではないんだけど。ね、ちょっとメダカが取りたくて、メダカ取りに行ったんですけど、いなかったです。メダカね。一応いるんですよ。俺の足立区の、そこら辺の、用水路なんか何なのかわかんないけど、小川みたいなのがあって、そこで何度も、多分黒メダカっぽいやつが、いるんですよ。黒メダカっつうのは何かっつうと、メダカの中だと、一番、まあ、いわゆる日本メダカっていうやつですね。メダカにも様々な、品種改良されてて、まあ、ヒメダカとか、一番最初にこの品種改良されたのはね、ヒメダカですね。オレンジ色のやつです。俺も今飼ってますけど、うん、それです。で、メダカも高いやつだと、すげえ、ピッカピカに光ってたりするやついるんですよ。青色のピッカピカのやつとか。あれとか、一匹1万円とかしますからね。だから、それを専門業者がいて、まあ、それをなりわいとしてる人が、まあ、いるんですよ。まあ、主に、その高値で売れるやつっていうのは、みゆきメダカの、みゆきメダカっていうメダカの種類で。で、その中でもまたランクがあって、光り方とかにランクがあって、一番高いのが、鉄仮面っていう。
俗に鉄仮面、みゆきメダカの鉄仮面っていう、鉄仮面っていうやつです。こちらがなんと値段がですね、とんでもない、とんでもないことになってまして、値段が1万超えます。うん。下手したら、2万とかです。1匹。1匹2万とかです。これとんでもないですね。だから今から1年前ぐらいだったかな。ニュースがあってね。とある、メダカの、屋外でメダカを育てる、専門業者みたいな、販売してたりする会社がですね、に強盗というか、窃盗されたと。その敷地内に入って、で、そのみゆきメダカってやつを、パクって、で、逃げたって。それで強盗事件みたいなんで、ニュースになったんです。そりゃそうだよ。一匹だって1万円だぜ。100匹取れば、100万円だぜ。それぐらいの価値があるって。だからメダカっつうのは、品種改良されてるメダカだらけなんです。だから日本原産の、メダカは、黒メダカしかいないんですよ。もうあとはもう、品種改良ですね。いわゆる。だから黒メダカ、最初黒メダカで、で、黒メダカを、増やしてたら、ある日、突然いきなり、白い個体が出たと。多分突然変異ですね。おそらく。白いメダカが出ました。一匹だけです。飼育してて一匹だけ出た。で、その一匹と、黒メダカ。白と黒を掛け合わせたら、次は 50% の確率ぐらいで白いメダカができました。黒い本、その他の半分が、黒いメダカです。で、白と白を交配させて、子供を産ませたら、80% の子供が、白いようになりました、みたいな。それをぐわーってずーっと積み重ねてて、ぶわーってそうやって、そういうことです。うん。カブトムシとかと一緒ですね。カブトムシも、でかいやつ。でかいやつイコール、すげえです。うん。で、確か、相川翔さんが、カブトムシを、すっげえ大量に、飼育してて、それで、普通の日本のカブトムシの中で、ギネス記録の、ね、何十何センチが出せましたみたいな。とかね。だから、ああいうのも結局、でかいやつとでかいやつを組み合わせていって、それがこう厳選されてって、最終的にやっぱでかいやつはでかいやつを産むみたいな感じっすよね。うん。だからもう1ミリを争う、商売になってるんです。だから、カブトムシとかでも儲けてる人いっぱいいるんですよ。主に、カブトムシ、っていうか、日本のカブトムシでは、儲ける人いないですけど、まあ、いるはいるんだけどな。
だからホームセンターとか夏行ったら、あのカブトムシの、あの成虫が売ってたりする。今でももう売ってますけどね。今現在、春なんですけど、あの、幼虫売ってます。ホームセンター、近くのホームセンター行ったら、幼虫売ってましたから。まあ、主にカブトムシ系で行くと、あの、一応、あの、世界最大で有名なヘラクレスオオカブトっていう。ヘラクレスオオカブトっていうのがいまして、一本だけギューって、ビューって長いやつ。その長さを、こう計測して、そんで、その、品種をもうまた、でかいやつとでかいやつをこう掛け合わせていって、それが10年ぐらいをひたすらやって、世界記録のギネス記録取って、その、成虫がもう、100万円とかでこう、落札されるわけですよ。ヤフオクで。いやいや、ヤフオクで出てもないけど、そういうオークションのさ、まあそういうことっす。まあだから面白いんですよね、確かに。まあ金を目的じゃないとしても、あの個人で、その、組み合わせてって、こうでかいのって、やっぱ男からしたらかっこいいじゃないですか。かっこいいじゃないですか。ね。やっぱ男だったらでかいカブトムシとか好きじゃん。それですよね。うん。これはね、あんまりね、これおすすめしない。うん。これただ単にこれ、あれですよ。順化って、そのさっき言った宝酒造の順化って、これぐらい順入れて、あと炭酸で満たせば、ほぼこれです。ほぼこれです。うん。まあでも一回ぐらいはあの、買ってみてもいいんじゃないですかね。今、期間限定で売ってますから。2233です。ご視聴ありがとうございました。